ストーンズ田中樹里、ハイハイジェッツ佐久間龍斗は旧ジャニーズ壊滅時代を生き残りれるか？単身花火にこたつがない家で見えた忖度なしの俳優実力。秋ドラマの各作品が終盤を迎える中、豪華キャストを揃えた話題作が苦戦している一方、番作品や深夜枠の作品がヒットするなど、意外な展開を見せている。また、秋ドラマでは旧ジャニーズ、現スマイルアップの若手が多く出演している印象があるが、この期のキャスティングはジャニー北川氏、去年87の加害問題が勃発する以前、来年以降、各局は忖度なしのキャスティングに向かうと思われる。そんな厳しい状況の中、彼らが来年も生き残っていけるのか？俳優としての実力から占ってみよう。まずはトラビスジャパンの松田元太、24。抜群の歌唱力、バラエティ力の高さを評価されているが、俳優としてはセクシーゾーンの菊池風磨、28。主演の税調払えないには訳がある日本テレビ系土曜夜10時で GP 枠ドラマでの初となった。同ドラマはみゆきの市役所の納税課徴税第3係が舞台。松田は主人公相葉青一郎、菊池の後輩松野官を演じていて、納税課には希望してきたわけではなく、市民からお金を奪う仕事というイメージを持っており、優しい性格のため、徴収が不得意という役どころだが、いかにも脇役という立ち位置で、賑やかしですが、同じ徴税吏員役の鈴木もぐら、36や白洲迅、31と比べると、アピール度が弱くてモブ化することも。俳優として存在感を発揮するには、もっと頑張りが必要です。本人は俳優する先輩に憧れているそうですが、天然トークなど、バラエティでの瞬発力が評価されているので、そちらでの活躍に期待した方が良い感じですね。ドラマライター山川松田は、10月29日放送のバラエティ番組、千鳥の鬼レンチャン、フジテレビ系日曜夜8時に出演した際も、ポンコツっぷりを発揮して番組を盛り上げ、千鳥の大悟、43話、いろんな番組が決まったと評価。相方のノブ43も滝沢カレン31ぐらい売れるんちゃう？すごい打率やで、と絶賛しており、今後バラエティから引っ張りだこになりそうだ。続いて、ストーンズの田中樹28。旧ジャニーズとしては若手ではないが、テレビドラマの出演経験は浅く、ウエストの重岡大毅31主演の単身花火テレビ朝日系土曜夜11時で初めてメイン級の役でレギュラー出演している。同ドラマは妻子桜木春重岡が単身赴任先の鹿児島で初恋の人武田花荒木優子29と再会し、四角関係に翻弄されていくラブサスペンス。田中が演じるのは春と花の中学の同級生で、春と共に二大モテ男と言われていたイケメン片山直哉。いつも花束を手にしている、キザで派手なキャラだ。急に手にしていた花をむしゃむしゃ食べたり、今回はかなりの際物キャラ。しかし、昨年の門脇麦、31主演浮輪、友達以上、不倫東京系月曜夜11時では、主人公の不倫相手役で、闇を抱えた人物の演技が際立っていました。24年夏のドラマが内定という噂もあり、さらに演技の幅を広げ、新境地を開くかもしれません。前出のドラマライター山川。2024年の2月から4月にかけて、初の4大ドームツアーが開催されることが決定したストーンズは、松村北斗28。が来年2月公開予定の映画、夜明けの白石萌音25とダブル主演、京本大我28が来年夏公開予定の映画、言えない秘密の主演が決まっている。他のメンバーも舞台やドラマで活躍しており、田中も俳優としての実力をつけることができれば、いろんなメディアで活躍できる、来年のエンタメ界をリードするグループになれそうだ。そして、ハイハイジェッツの佐久間龍斗21は、嵐の松本潤40、主演の NHK 大河ドラマ、どうするよ夜8時では豊臣秀頼役で、秀吉亡き後2代目当主として、豊臣家復活の期待を背負った。また、小池栄子43主演のホームコメディ、こたつがない家、日本テレビ系夜10時では主人公の息子役で、将来に迷走しているという役どころ。どうする家康では、実力派キャストを向こうに堂々たる武将を演じました。一方、こたつがない家では、それとは対照的な屈折。両親たちに反発しつつも、素直さを見せるなど、巧みな演じ分けを披露しています。演技派として旧ジャニーズ若手の中では有望株で、24年も期待できそうです。前出のドラマライター山川。今回の大河は主演が松本潤ということもあるのか。旧ジャニーズのタレントの出演が多めで、バーター起用を感じさせた。それに比べると、こたつがない家は癖の強い俳優たちに囲まれた現場で、アイドルではなく一人の勝負しているように見えた。来年の出演映画やドラマの予定は、今のところ発表されていないが、どんな役でもこなせそうで楽しみだ。二宮和也40や生田斗真39など退所した旧ジャニーズ。新会社名がスタートエンターテイメントとなり、いよいよ再スタートを切るが、これから売り出そうとする若手には厳しい状況だろう。しかし、逆に言えば、実力があれば生き残ることができるはず。来年の活躍に注目したい。2024年以降の活躍に期待。